じゃあ、この絵を見てみましょうか。オープン。何もないじゃん。いや、なんか綺麗な景色の絵っぽいけどさ。じゃあ行きましょう。あれ？さっきとなんか、風景違うくない？あれ？景色が変わった。しかも音楽も変わった。やめて。おー、歪む。ええー、なんだ、また世界がおかしくなったのか。あったけど、そんな一般家庭じゃないよね。おお！ああ、ちょっと待って、しんどい。地下室まで落ちたわ。うわ、ネズミだ。なんで自分から火の中に突っ込むんだろうね。うわ、行くしかないか。うーん、火が消えたよ。うわぁ、もう。なんだよ、もう。キャンバスに皮膚使ったってことだし、皮膚を使うのかい。おー。どうした？おー、皮膚の赤が出てきた。なにこれ。なにこれ。おー。赤ん坊の鳴き声じゃん。もう PT でやってよ、これももう。オープン。うわー。おー。うーわ、犬が燃えた。うーわ。犬が骨になった。え、回すべき合ってんの、これ。あ、出た、出た。いや、なんか、シミが広がってる。いや。うわ、溶けてる。なぜ注射器を打ったことを思いつかなかったんだろう。近い、次は。さっきのキャンパスの材料は皮膚で、次は血ですか？あ、よいしょ。いやー。皮膚の次は血液を入れると、さらにやばいのだわ。なんかいんの？なんかいたね。いたね。逆さになってるし。やばいなぁ。なんか絵の具の怪物みたいなのがいる感じがさ、あるんだよね。うわぁ。長い廊下ってなんかそれだけで嫌なんだけどなぁ、マジで。おぉ。いやぁ。いやぁ、弾き飛ばされた。字は開く？開くんかい？バスルームとかやばい。いやーもう。やばいし、なんだこれ。これからコップを白い絵の具に混ぜ込んだ。素晴らしい下地になったよ。自分の子ね、これ。まあ確かにコップって別になんか絵の具とかに使える感じはあるけどさ。コップン。あ。やっとアトリエに戻ってきた。これで骨粉を混ぜ込むことでまた絵が完成すると。次どんなになるの？うーわ、さらに気持ち悪い絵になったわ。何を表現してるんだろう。まあ、ちょうどよく半分終わったんでね、今回のライブこの辺で終了したいと思います。はい、最後まで見に来てくれた方ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もし、この動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。概要欄には Twitter のリンクも貼っておりますので、こちらもフォローしていただけると幸いです。それでは、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。